はい、皆さんどうも、マフロです。それでは前回の続きからやっていこうと思います。前回は、木の家。すいません、噛みました。木の家を作ってる途中でした。その続きからやっていこうと思います。夜ですね。夜、今出るのは大変危険ですね。この前みたいにまた、ここみたいにクリーパーにまた破壊されないとも限らないし。なんか音が鳴っている。あー、クリーパーいる。経験値の玉がある。とりあえずここに逃げ込もう。はい、ベッドに寝れば、夜の場合は朝に帰れます。はい、朝になりました。ただクリーパーは朝になっても消えないんで、っていうかエンダーマンも残ってるし。おお、ワープした。ワープしながら消えていったよ。とりあえずここ修復しとくか。もうろくなことしてくれねえな、ほんまに。よいしょ。はい、修復完了。さて、どうすっかな。とりあえず、中に。どうしよう。とりあえずあの中でも作業台作りたいよね。で、ここ階段も破壊され、ああ変な形になった。よいしょ。よし。よし、これで治った。この家の中でも、作業台を作っておきましょう。よいしょ。で、チェストも作っとこう。よし、これで物を直しとけるね。
くわ、これは真ん中のあれだから、とりあえず敵が入ってこないようにドアを作ろうかな。ドア確かこんな感じに木のドアできました。こんな感じで、そしてと中からは自動にしたいので感圧式スイッチ、外からこれやっちゃうと敵に侵入されちゃうんで、これで、はい、自動で開くようになりました。外からは自分で開けなきゃダメですけども、あ、これちょっと位置間違えてるか、こっちからやらなきゃ、こうか、はい、こんな感じで、あとどうしたらいいかな、なんか家っぽくないよな、もうちょっとどうにかしたいな、屋根も階段状にすればそれっぽく見えるかな。でもそうするとかなり材料がいるよね。とりあえず木材もいるからこんなもんにしとくか。しかも上に登れないし、どうしよう、あそこもなんか中途半端だな。とりあえず中から天井に登れるようにしようかな。こういう時ははしご作ります。あれ違った、あ、そうか、棒、全部棒か。こうだ、で、とりあえずこれをどけて、よし、で、穴を、はい、これで天井に行けました。で、こっからどうしようかな。あ、あー、落ちた、しまった何してんだ。
なぜ落ちる？今考えてたとこだったのに。とりあ、こうでもないな。ああ、こうなっちゃうよね、もちろん。やっぱそうなるか。ってことは、ここにこう引いて下からやるしかないね。これ以上引けないな。こういう時はとりあえず簡易で こうだね。でこれを壊すと。お、ここ壊したら自分が落ちる。これでそれっぽく見えるのかな。しまった、向こうからやらなきゃ分かんないね。あー、なんてこった。とりあえずここ引いとこう。おお、雲うじゃうじゃいるやん。あら、もう一個下だった。こうだね。よし、これでよし。これで、雲の音が鳴っている。ちょっとお腹も空いてるな。で、ご飯がね。雲の糸はとりあえず。
食料なんだ。うわ、雲だらけやな、あそこ。下にもいる。で、来るか。またクリーパーもいるわ。あ、また落としやがった。ここにやろう。またこの前のパターンか。やばいやばい、逃げよう。ああ、ゾンビも来た。もう、こいつらめー。やばい、腹が減ってるから体力が回復せん。最悪死ぬことも考えて。アイテムしまっていこう。剣だけ持っていこう。剣値は回復。取っとかなきゃね。落ちてきた。あ、でもこいつら入ってこれねえか。ほっとこ。とりあえず飯を食わなきゃねー。よし、取った小麦を。あれ、小麦どうすんだっけな。あれ、どうやればパンになるんだっけ？ 焼くのか？焼かないよな。パンにするにはどうすればよかったんだっけな。あ、こうだ。よし、パンを作っとこう。焼いてるのか、これ。食料なんだからね。よし。よし、じゃあ食べよう。よし。おお、鶏かよ。クモかと思ったじゃないか。しかし鶏はなんで襲われねえんだ。微妙に向こうにエンダーマンが見えとるな。うるせえな、上で。あ、そうか、寝ればいいのか。ああ、そうか。モンスターが近くにいると寝れないんです。あ、落ちてきた。まだまだいっぱい上にいるんだよな。お、おお。落とされた、落とされた。ざまあ見れ。やばい、スケルトンがいる。帰ろう。ああ、家の中にクモが侵入してる。どっから、ああ、その、あの穴から入ってきたのか。やろう。
夜は危険だなぁ。出歩きたくねえなぁ。向こうにエンダーマンもいっぱいいるし。おぉ、また登ってきた。お前らどっから湧いてくるんだ、いっぱいこんなに。おぉ、また来た。アイテムは回収しとこう。やっぱパンダと腹持ちが少ないな。はい、今回もドタバタで終わります。一回ここで切ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。前回また続、前回じゃないわ。次回もまたこの続きをやっていこうと思います。ご視聴ありがとうございました。それではマフロでした。さようなら。